皆さんこんにちは。徳島駅にやってきました。徳島駅前もやっぱり、こういう風にヤシの木が立ってますよね、うん、でバスターミナルがありまして、まあとりあえずね、あの駅の周辺を散策していきたいと思います。前から気になってたんですけど、なんか徳島県の人ってなんか関西弁みたいな話し方するんですかね。まあ、そんなにその現地の人との温かい触れ合いとかそういうのを求めて旅行してるわけじゃないんで、あんまりそんなに会話を交わしてるわけじゃないんですけど、なんとなくね、盗み聞きしたところによると、なんか関西弁っぽい喋り方をする人が多いっていうか、なんとかやねとか、なんとかですとかさ、ありがとうございました、ありがとうとかね、うん、関東だとありがとうって言うじゃないですか。関西だとありがとうとかいうなんかアクセントとかの付け方しますけど、なんかそういう感じの喋り方がね、ちょっと感じられるのですが、いかがでしょうか。あんまりね、愛媛県とか香川県とか高知県だとあんまりそういう感じしないんですけど、徳島県ってやっぱりさ、ポッポ街っていうなんかアーケード街なんですけどね、ポッポ街商店街、自転車乗り入れ禁止なんですけどね。やっぱあれですかね、淡路島経由で神戸とか、あの大阪の方にかん、あの高速バスとか通ってると思うんですけど、ああいう影響とかもあるんでしょうかね。ちょっとなんかびっくりしちゃいますよね。なんかおばさんがなんか座ってるような感じ。徳島ラーメン、たらいうどん。ポッポ街っていうのは汽車ポッポなのかな。汽車ポッポから降りたらポッポ街、商店街どうぞってことなのか、それとも鳩ポッポみたいな。おっと、ここにあの買い物に来る人たちはみんな鳩のようだって、鳩のように口、あの地面をなんかつつきながら歩いてるような、そういう人たちだねっていう、そういうことなんですかね。まあ多分汽車ポッポの方でしょうね、やっぱね、駅前ですから。これなんかその地元のおじいさんおばあさんが集まるような八百屋さんがありますね、うん。まあシャッターの降りたお店も多いですよね。こういうふうにさ、お店の名前をここに記入するためのこの板があるじゃないですか。でちゃんとこの電気まで通ってるんですけど、のっぺらぼうになっちゃってるとこばっかりですもんね、うん。アクセサリー、雑貨、火だって、火あ、飛びかな、うん。私は火よりも書くのが好きですけどね、うん。自転車乗り入れ禁止だっつってんのにさ。徳島の市街地について基礎的な知識もないんで、とりあえず闇雲に歩き回って何かを見つけていくしかないですね。阿波銀行っていうのがありますね、うん。音響信号モデル交差点って書いてありますよ。でもさ、音響信号なんて別に全国に普及しててモデルにするまでもなくて、いろんなところにありますけどね。これ駅前結構なんか駐車場とか立体駐車場とか多いですよね、うん。阿波銀ホールだって。あ、阿波銀行のホールか。うん、阿波銀行、そう、なんかさ、その、どうでもいいんですけど、阿波銀行って、なんかちょっと語呂が良くないと言いますか。なんかお金が泡のように、なんか消えてバブルみたいな感じでね。なんか、ぷくぷくぷくって膨れ上がってパチンと弾けちゃいそうな。まあ、そんなこと言ったら失礼かもしれませんけど。そして川を渡っていきたいと思います。川の名前は分かりません。ちょっと今なんかあの橋になんか書いてあったけど読めなかった。結構なんか市街地だけど、なんかエメラルドグリーンっぽいなんか色をしてますよね。阿波銀行ですね、
まあ、銀行口座ってさ、作るのタダじゃないですか。なんかその銀行口座マニアっていうのかな、銀行口座をたくさん作って、なんかそのキャッシュカードをコレクションするとか、そういう人もいるんですかね。今地方銀行とかもなんか統廃合とかされそうな雰囲気じゃないですか。だから今のうちにたくさん作っとこうぜみたいな。もうなんか本屋ですかね。あ、正々堂々なせばなる。あ、いいこと言いますよね。正々堂々が大事ですよ。あ、再開発に反対してるのか。まあ私は再開発っていうのにすごくいいイメージがないので、まあ、とりあえず再開発っていう言葉を聞いたらとりあえず反対しとこうかなっていう、そういう感じなんですけど、まあ、正々堂々っていうのは大切なことですよね。選挙やるんですか。ああ、そっかそっか。なるほどね。選挙が近いので、まあ、再開発するべきかせざるべきかっていうのがやっぱり争点になったりするんでしょうね。ほら、なんかピコピコってなんか音がしてるでしょ。音響付き交差点っていうのはたくさんありますからね。まあまだ午前中なんでね、そんなに、あそっか、阿波踊りか。なるほどね。あっぱれ夏の有頂天、有頂天になりましょうってことですよね。やっぱりその阿波踊りっていうのは、そのあれこんなにはっちゃけちゃって大丈夫かなとか、そういうなんていうの、遠慮がちにしちゃダメですよね。やっぱ正々堂々と有頂天にならないといけないですよね。後先考えずっていうのかな、後悔することを恐れないというか。もう明日どうなっても構わない、今日さえ良けばいいっていうね、そういうなんていうのかな、そういう気持ちが大切ですよね。そういえば東京の高円寺でも毎年阿波踊りっていうのをやってるみたいですけど、まあ、要するに徳島県の阿波踊りをパクってるわけなんですよね。そうやってなんか真似するのってなんか恥ずかしくないのかなとか思いますけどね。でもさ、あの阿波踊りっていうのは、一応阿波っていうのが一応旧国名として、あの知られてるから、あれは徳島県の阿波踊りが発祥っていうか元祖なんだってことが分かりますけど、もし阿波っていうのはあのバブルの方の阿波だとしたら、阿波っていう字を書くとしたら、徳島県の阿波踊りって東京のパクリなんだよねっていう、そういう認識が広がりかねないですからね。恐ろしいですよね。そしてアニメの町徳島だって。そうなんだ。いや、東新町か。アニメは結構好きですけど、ただそのアニメが好きって言っても、そのなんかさ、可愛い女の子がキャハキャハ言うだけのアニメは嫌いですけどね。まあ、アニメさえあれば実写なんかいらねえんじゃないかなとか思ってますからね。あ、これ114銀行の銀行が潰れちゃった後であることがね、一目瞭然ですね。字を、ね、消した跡がある。もうバレバレなんですよ。隠そうとしても無駄なんですよね。そしてアニメの街ということで、そう、阿波踊りのアニメか。なるほどね。なんかレインボーブリッジってあるじゃないですか、まあ、東京にあるんですけど、なんか東京のお台場にあるレインボーブリッジよりも、なんか大井川鉄道の鉄橋のレインボーブリッジの方が実は元祖らしいですよ。本当は自分が元祖なのに、あの真似した方が有名だったりとかね、真似した方が都市部にあったりすると、あの自分が元祖なのに自分の方が真似したって言われかねないね、そういう恐ろしいね状況とかありますよね。しかしアニメの街らしいんですけど、どういうことなんでしょうかね。なんかアニメのモデルとかそういう感じですか。あ、アニメのなんかアニメグッズのお店がありますね。あ、てかさ、なんでこうやって遠慮するの。遠慮する必要ないよ。これこっちが優先道路なんですから。前から言ってるんですけど、そのなんていうのかな、じゃあ逆の立場だったらさ、何、あの大きな道路渡るとき、自分なんていうのかな、大きな道路を通る側が遠慮したりするのかっていう話であってさ、
結局さ、親が子供にさ、車に気をつけろとか言うのってさ、気をつけろってことじゃなくてさ、なんていうのかな、遠慮しろっていうかさ、優先してあげろっていうかさ、なんていうのかな、そういうことになっちゃいますよね。それって別に安全っていう、なんていうの、事故防止とかそういう意味合いにならないですよね。なんかさ、さっきあの細いアーケード街でさ、自転車乗り入れ禁止っていう風に書かれてるのに自転車がさ通ってたりしましたけど、ああいうのも結局さ、その車に気をつけろっていう教育がはびこってるから、車に気をつけさえすれば、要するに車に遠慮さえすれば他は何やってもいいんだっていう、そういうさ考え方につながっちゃってるわけですよ。別に徳島に限った話じゃないですよ、それは日本全国に言えることですよ。まあ、この辺は結構アーケード街はね、こっちもなんかほら歩行者専用道路って書いてあるじゃないですか、車の乗り入れはご遠慮くださいって書いてあるでしょ。車の乗り入れご遠慮くださいわかるけど、そのなんていうの、自転車に乗ってる人とかさ、あれでしょ、自転車って車じゃないからいいじゃんみたいな、なんか歩行者のなんていうの、一部だと思ってるみたいな。あ、なんかオブジェがありますね、オブジェ。これはなんかやっぱり穴開きの、穴が開いてね、なんか向こう側 見渡せるっていうのがね、なかなかその、柔らかいけど硬いよみたいな、なんかそういう感じですかね。まあ、そういえば小学生の時の同級生で、なんか穴が好きな芸術家がいましたけど、あ、うるさいな、うるさい、うるさい。こっちにもなんか芸術作品がありますね。なんだこれ、金属製の金、あ、阿波踊り人形か、これは人形なんですね。ちょっとなんかその、まあ、硬質な感じのロボットのような感じの機械的な、機械でも踊れる阿波人形、阿波踊りって感じですかね。機械でも踊れるんだから生身の人間である君にももちろん踊れるさって、気楽に阿波踊りを阿波のように踊っちゃおうぜっていうね、そういう、そのなんていうのかな、踊りへのお誘いなんでしょうかね。まあしかしこの辺りはちょっと随分シーンとしちゃってますね。まあ閑散としちゃって、なんか屋上のこの洒落た電気がさ、なんか虚しいですよね。おしゃれに着飾ってもね、歩いてる人が少ないとやっぱり寂しいなという感じがしますけどね。そっか、シャッターがたくさん降りてますけど、やっぱりこの飲み屋街っていうか、その歓楽街というか飲食店街なんですかね。夜にならないと本領発揮しない街なんでしょうか。一緒に歩こう東新町商店街だって、一緒に歩こうってお誘いなんですかね。まあ、歩くことがね、あの商店街活性化には大切なことっていうの、そうなんですけどね。でも別に一緒に歩こうって私は誘う気はないですけどね、別に一人で十分ですから。あの星新一の小説の中に出てくる未来世界みたいに、もう人々が全く歩かなくなってしまった、そういう世界が実現したとしても、私は歩きますからね。歩いて、あ、今時歩いてるなんて原始人です、原始人だよね、キャーハって言われるような時代になったとしても、私は歩きますのでね、歩行動画をそれでもやり続けますので、そのくらいのねつもりで私は歩き人っていう名前を名乗ってるんですよ。定休日ですね。歩くことに定休日は一切ありませんもんね。これなんか床屋のこのぐるぐるがなんか縦と横についてて、やっぱりさしつこいというか、とにかく床屋だけはこだわりがあるってね、やっぱりこだわり大事ですよね。床屋だけは負けねえぞっていうね、何にもかも勝つ必要ないですから。この案内板のなんか木の枠がなんか素朴な感じですよね。橋がかかってますね。ふれあい橋ですか。
こっちにも何かオブジェのようなものがありますね。魚がなんか串に突き刺さってなんか、たくさんあの魚を食べたいってことですかね。やっぱり食欲っていうのはね、やっぱり基本的な欲求ですからね。で、まあ触れ合い橋を渡ってきましたと。まあ橋っていうのは 今は別に珍しくもないですし、もう川があればね、次々と橋を架けるのが当たり前ですから、全くありがたみのかけらもないんですけども、やっぱり昔はさ、橋って少なかったわけじゃないですか。高橋っていう名字が多いのも、昔は橋が珍しかったから、お、ここに橋があるぞって言って、じゃあここを高橋、じゃあ橋の近くに住んでるから高橋というふうに名乗ろうとかね。そういうことで高橋っていう名字が増えたって聞いたことあるんですけど、やっぱり橋っていうのはさ、橋があることによって、川のこっち側と向こう側の人たちが交流できるみたいなさ、そういうまあ触れ合いみたいな、そういう意味合いもあるんでしょうね。まあ今となってはね、別に橋なんてね、あるのが当たり前。道路の下を川が流れてるっていう、そういう感覚ですもんね。いや、川が主人公じゃなくて道路が主人公みたいになってね。そして桟橋のようなものがありますね。まあなんか、その、遊覧船とか発着するんですか。なんか川がね、結構なんか色が綺麗なんですよ。なんか緑色っていうか、まあ、ただ汚れててそのプランクトンっていうか物色なのかな、その辺分かりませんけど。ひょうたん島周遊船だって。ひょうたん島ってあるんだ。へえ。ひょうたん島、ひょうたんのような島なのかな。木下七、すぐそこだって。ああ、入り口なのか。ちょっと行ってみますか。なんで質屋っていつもこういう路地裏とかにあるんでしょうね。なんかそんなにさ、その、こそこそ営業しなきゃいけない理由でも、そんなないですよね。別にたださ、質となる品物預かってお金貸すだけでしょ、別に。なんか伝統的にさ、質屋っていうのは、なんか路地裏とかさ、裏通りとか、ん？これ抜けられんのかな？こっちか。なんか質屋って本当に目立たないところにあるのが定番なんですよね。そのお客さんがなんか質屋に行くところを他の人に見られたら恥ずかしいから、それにそういう心理状態に配慮してなんか目立たないところに店を構えるっていう話を聞いたことあるんですけども。じゃあなんで消費者金融とかアイフルとかさ、アコムとか新生銀行レイクとか、ああいうのは堂々と駅前とかにバーンと看板出してんだよって思っちゃうんですけど、これ路地裏抜けらんないのかな。なんかいかにも生活感ありまくりみたいな。あ、こっちか。質屋っていうのはお店として営業するのも利用するのも健全なことだと思いますけどね。氷菓子の方がずっとなんか不健全だと思うんですけどね。なんかその路地裏とかにお店構えることによって、なんかその、あ、質屋っていうのは恥ずかしい場所なんだみたいなさ、そういう悪循環に陥っちゃうんじゃないかなと思うんですけどね。そして敬愛クリニックっていうのがありますね。やっぱり敬愛する心が大事、自分の病も敬愛しましょうみたいなね。なぜ私はこの病気にかかってしまったのか、それには必ず理由があるんだ、だからその病気さえも愛さなければならないという、宝くじに当たった万歳っていう、そういうね、幸運な出来事は敬愛するのに、病気にかかってしまったというね、不幸な出来事を敬愛しないというのは差別ですからね。自分に起こった出来事はね、すべて敬愛し受け入れなければならないというね、まあ一種の宗教的なあの考え方かなと思いますけど。ちょっと市街地から外れてきちゃいましたかね。なんかこの児童公園があるような、なんかのどかな、でも小さい子がね、このお母さんとなんか乗り物ごっこしてるような、なんかのどかな住宅地に入ってきてしまって、徳島の市街地じゃなくなってきちゃったかな。教会ですね。そして教会となんかその幼稚園がセットになってるんですね。
教会と幼稚園って結構セットになってさ、販売されてますじゃなくて、セットになって建てられてますよね。あ、でもそっか、お寺と幼稚園とかそういうのもありますよね。やっぱりその、なんていうのかな、宗教って結構押し付けみたいなとこ、押し付けてからの理論的、理論武装みたいな、そういうとこあるじゃないですか。だからやっぱり小さい頃から、その、教えておこうみたいな、そういうことなんでしょうかね。やっぱり英語は0歳児から始めようとかさ、英語は早く始めた方が身につきますよみたいな、そういうのと似てますよね。やっぱり宗教も、あの、小さい頃から教えておけばね、もう身につきまくっちゃって、もうそれに染まっていきますのでね。なんか宗教って怖いですよねみたいなね、宗教って危ないですよねみたいな、そういうことがね言いたいんじゃないかと視聴者の皆さんは捉えられるかもしれませんけど、今ちょっと見ましたか、ちょっと数秒前に赤信号を無視してた人がいるじゃないですか。なんでああいうことをやるのかって言ったら、それは宗教なんですよ。親から車に気をつけろ教育っていうのをされてるがゆえに、小さい頃からそういうこと言われてるから、車に気をつけさえすれば他のことはどんなことしても構いませんというね、そういう行動に結びつくわけですね。ただこういう時も当然直立不動で立たなきゃダメですよ。脇から出てくる自動車に遠慮しないことは、あのお母さん教というね、宗教の教義に反しますのでね。まあ、ちょうどお昼時でなんか黒い男たちが昼食食べになんか外に外出してるんですよね。石碑？ちょっと難しいのでパスですね。古戦橋を渡っていきます。左手を見るとちょっと網に隠れてちょっと見えにくいと思いますけども、まあ、JR 四国が誇るね、魅惑の機動車たちがたくさんこう止まってますよね。もうカラフルで頼もしい限りです。で、古戦橋を渡った向こう側が徳島中央公園だと思います。この城壁のなんか石垣のようなものがね、自転車に四方八方から攻め立てられてますね。城を取り囲め、自転車によって城を取り囲めっていうね、そういうまあ城攻めの真っ最中なんでしょうね、きっとね。こうすればもう中から兵糧攻めみたいな感じでね、もう城の外に出られないっていう、そういう状況ですよ。なんかその選挙公約でなんか徳島城を復元しようとか、なんかそんなことを主張している候補者がいるみたいなんですけど、これでいいじゃんと思うんですけどね。こうやって石垣がさ、なんか史跡っぽく残ってるっていうか、なんかその城跡っぽく、なんていうの、これだけなんか城の雰囲気があるじゃないですか。なんか変にさ、天守閣復元とか言って変になんか綺麗ピカピカなお城をなんか新装オープンさせるよりも、こういう風になんか石垣だけの方がなんか歴史を感じさせますけどね。福井城とかね、福井市にある福井城とか、あとなんだっけ、佐賀にある佐賀城とかさ、岩手県盛岡市にある岩手公園の盛岡城跡とかさ、あの城壁しかないけど、なんかいかにも歴史っていう感じがしますもん。こうして見ると石垣もなかなか石が不揃いですし、なんかカラフルですよね。その不均一というんですかね、そのピシッと整然してないけども、全体的にちゃんとこう石垣がさ成り立ってるっていうところがさ、またなんかそのねえ、いいと思いますけどね。変に天守閣を復元しないでほしいな。なんかこのままの方がなんか風情があっていいと思いますけどね。まあそんなこと言うとね、徳島の一人よそ者が何を言うんだとかね言われちゃうのかもしれないけど、そう言われることを恐れずに有頂天になりながら旅行して行かないといけないなといつも思ってるわけなんですよね。まあそんなわけでね、今日は、徳島県徳島市にやってまいりました。それでは、またね別の歩行動画でお会いしましょう。さようなら。